帰りも横川サービスエリアで休憩してます。またね、こっちの上り線にもこういう遊歩道があって、なかなか気持ちいいですね。屋根付きのところで食事したりもできますね。ワンちゃんのドッグランはないけど、こういう風に散歩できる場所があるからいいですね。月曜日だけど結構車いる。トラックとかお仕事の車じゃなくて。入り口こんな感じでした。横川駅。